はい、皆さんおはようございます。今日狙うのは名護山ですね。名護市の、一番高いところかな。300メートル以上だけど、近所です。いや、本当に面白いですね。南城ね、名護城みたいなところを通るし、結構面白いんですよね。で、なんでこのね、冒険行くというか、ツイッターの方に、面白い名前ね、外人お父さんが一人いるんですけど、最近日本来日して、いろんな面白いとこを、自分が、普通だなと思うけど、多分日本人も、普通でしょうって、田舎の方に住んで、結構面白いとこっていうか、自分の周りを、体験してるっていうのは、すごい、うちにとっては多分すごいちっちゃいことが、彼にとってはすごい、わ、これすごいね、これは外国にはないなっていう見どころが結構多いんですね。それを見てて面白いなって、自分もちょっと自分の近所の方にちょっといろいろ探そうかなと思って、体験冒険したいと思います。で、今日はその一つです。皆さん一緒に行きましょう。さあ、今日は、雨降るぞ。お、サガリバンナと、さっきの桜、琉球ね、桜が。今日は必ず雨降るから、いつ、何時ぐらい降るか、わかりませんだけど、2月このもんですよね、沖縄って。よし。やるしかない。スタート。ビューティフォー。それでは、こういうとこはどういうとこですかね。ナングスク、名護城といえばいいね。グスクはね、城、城です。キャッスル、沖縄の方言で。で、これは、ここはね、北部の方に、一つのキャッスルですね。今帰仁があっちですけど、今帰仁って。それは多分この、北山っていうとこですね。南山、中山、北山ですね。1400年ぐらいの、歴史ですけど、今帰仁がメインなとこだったね。首都みたいな、北山の州都ですね。で、ここは一つのキャッスルでございます。途中途中にあるとこですね。今帰仁の方はね、結構まだ残ってる、まだいろいろ残ってますから、結構観光にいいし、ここはね、あんまり残ってないですね。でも、場所見た目わかると思うけど、すごい綺麗です。運動にちょうどいいです、これは。
ここね、シダーガーデンですね。自分が言うけど、シダーがめちゃくちゃ多いです。あー、懐かしい。ん？友達がいるかな？急にラグビーの話になるけど、シルバーファンって、オーブラックスのロゴって、こういうシダーですね。こういうシダーじゃないけど、下が乳児に あるシダが下にちょっと白っぽいシルバーに出るものだから、これは一つの乳児のロゴになってます。いやー、ハブの危険さも、まあ沖縄ね、全島はね、ありますけど、この時期だと、まあちょっと寒すぎて、あんまり出ないっていう噂もあるけどね。あ、すごいいいことだと思うけどね。あんまり会いたくない。こんなニュージーランド人があんまり、ヘビは、あんまり好きじゃないです。正直に言うと。いや、背が高いのが、まあ皆さんすごいいいなと思うけど、やっぱちょっと背筋行くとさ、大変なことあるんですよ。蜘蛛の巣をよくぶつかって、でっかい蜘蛛がいるのはね、よく合います。うん、あんまりいい体験、経験、俺にとってはね、あんまりないですね。まあまあまあ、よし。さて、道路に戻りました。結構トレールもあるし、道路もあるけど、普通のなんていうの、公園にあるパースがあるけど、いや、ちょうどいいですね。あとこの今ちょうど2月に入った、体力あんまりつけてないからちょうどいいかもね。あとブーツにもまた慣れさせるためにね、これはぴったりだと思います。あともうちょい。あ、雨が降りました。降ってますよ。しょうがないね。いや、降ると思ったけど、ちょっと早いな。どうかな、止むんじゃない、止まないなこれ。ああ、まあ背景ってそういうこともある。綺麗だけどね。
そう思ったよ。ああ本当にすぐこのねジャケットを着るとさ、絶対雨が止んじゃうなと思った。本当にその通りでした。まあいっか、まあしょうがないですね。本当にいいことじゃん。はあ、はい、アップ。はい、はいです。はい、ふう、もう始まる。ビューティフォン。お。あ、気持ちいい。ふわ。Oh, wow. はい、皆さん、やっと名古屋岳を登りました。いやー楽しかったですね。いやー自分のやっぱ地域の周りとかさ、地域の冒険することもすごい大事だと思います。外人お父さんっていうTwitterの人も本当にありがとうございます。自分ももうちょっとね、近くにあるとこを気づかないといけないと思います。本当に、うん。まあ、皆さん多分街にいる、東京にいるとかね、大きい街にいるけど、まあ、いろんな体験冒険もできるよね。ああ、そこでも。こういうなんか、シダっぽいところじゃなくてさ、いや、結構、なんていうね、まあそういうちっちゃいことも忘れない方がね、忘れないで、うん、って言いたいですね。本当にここに移住して、やっぱずっと家にいるというか、まあ、周りはこうなると思ったけど、本当に近くにある面白さが結構あります。うん、まあ、楽しかった。またこういう体験拝見しますので、ぜひ皆さんご一緒に行きましょう。皆さんありがとうございました。バイバイ。